者が社会の中で普通に暮らすための生きる動機づけをすることもまあ長期的に重要だと。死ぬ動機づけではなくて生きる動機づけですね。はい、それは重要です。脇さんどうもありがとうございました。以上、深井美香でした。どういう使うの？続いてはグローバルアイズです。先日、社会主義国キューバで開かれた歴史的なコンサートの背景を探ります。3月20日、オバマ大統領がアメリカの大統領として88年ぶりにキューバを訪問。カストロ国家評議会議長と会談しました。そして、時を同じくして起きたもう一つの歴史的出来事が。世界的ロックバンド、ローリングストーンズのコンサートです。彼らはラテンアメリカツアーの最終地としてキューバの首都ハバナを初めて訪れました。歴史的な一日として AP 通信が世界中に配信したこのコンサートについてクーリエジャポンの井上編集長に聞きます。会場は野外のスポーツ施設で行われたのですけれども、地元の報道では50万人とも言われる観客が今回のコンサートに対するキューバ国民のただならぬ熱狂の裏にはある歴史的背景がありました。キューバは1959年から始まった社会主義革命以降、ずっと社会主義国として周りから孤立した存在であり続けていました。そもそもキューバでは、ロックのような音楽はあまり推奨されていなかったわけですね。で、例えばビートルズのアルバムを聴きたくてもジャケットを隠してそれで何とかやり取りをすると、そういった形で聴いていたようです。ですから今回のライブはとても待ち望まれていたようで、例えば65歳の方がもうこのライブが見れたから明日死んでもいいととても感激していたという、そういった様子が描かれています。おそらくローリングストーンズの訪れというのはこれから先さまざまなミュージシャンがやってくることにもなるでしょうし、キューバという国が21世紀のグローバル社会に仲間入りしたと、そういうことを象徴しているのではないでしょうか。番組の後半にマーケット情報を詳しくお伝えします。さてこの後はトークプラスです。今タンス預金用に家庭用金庫が売れています。マイナス金利対策に他の選択肢はないのでしょうか。専門家にお話を伺います。両親と暮らすことになりました。住友林業の家を考えてみました。住友林業の二世帯住宅。木と生きる幸福か。私の履歴書。今回は大和ハウス工業会長樋口武雄の後編。負債総額1000億円、赤字会社の立て直しに挑みます。絶体絶命、倒産の危機を樋口はどう乗り越えたのか。日曜夕方6時30分から放送です。ありがとうございます。
未来のエネルギーは子供たちの中にありました。日本にエネルギーを、出光。では今夜のゲストをご紹介いたします。楽天証券、経済研究所客員研究員の山崎はじめさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。このタンス預金用に家庭用金庫が売れているって一番初めにお聞きになってどんな感想をお持ちでした？まあ、そういうこともあるかとは思いましたけど、ちょっとバカバカしいんじゃないかなと思いましたけどね。ここまで加速するとはね。そうですね、なんか人気あるみたいですね。はい、ではですね、タンス預金用に売れる家庭用金庫、その実態を取材しました。金庫はどのくらい売れているのか、ホームセンターで聞いてみると、昨年に比べておよそ 170% くらい売り上げになってますね。在庫が全く追いついてないものもありますね。中でも売れ筋は鍵と暗証番号のダブルロックで耐火性も高い金庫。価格はおよそ7万円。品切れするほどの売れ行きです。買う人の多くは高齢者だといいます。個人総資産の現金・預金額900兆円のうち、およそ6割を60歳以上が占めています。その世代に人気があるゆうちょは、マイナス金利で1月に2度の利下げを行い、メガバンクと同じ水準に。そのため、旨味のなくなったゆうちょや銀行から現金を引き出し、タンス預金に移行しているといいます。それを裏付けているのが現金の流通量。2月の現金の流通量は総額およそ90兆円。前年同月と比べると 6.7% 増えていて、13年ぶりの伸び率を記録しました。増加するタンス預金はマイナス金利時代の資産運用として得なのでしょうか、損なのでしょうか。ということで、7万円台が売れ筋、はい、客のほとんどが高齢者ということでしたけれども、ちょっとこちらをご覧いただきましょうか。日銀の統計によりますと、この現金の流出量、これは法人個人が合わせたものだそうですけれども、2月の現金の 流通量の伸び率、前年同月比、VTR の中にもありましたが 6.7% 増で、13年ぶりの大きさということなんですが、これやっぱりちょっと異常といえば異常ですか？そうですね、こう景気が良くなっているわけではないのに、これだけ増えている、ただ、見てみますと、15年、去年からもう大きく増えてますから、はい、まあ、これは率直に言ってマイナス金利っていうよりは、はい、マイナンバーだと思いますね。だから自分のお金を把握されたくない、で現金の形で持っていたいっていう方が手元にお金を置きたいっていうことで、金庫を求めてる、そういうふうに考えないと経済合理的には理解できないような気がします。こうマイナンバーで、はい、こうだん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 上がってきて、はい、そしてマイナス金利でさらに加速して、マイナス金利っていう言葉はなんとなくインパクトがありますよね。そんなに多く、もともと低金利ですから、すごく違うわけじゃないんですけれども、やっぱりちょっと言葉的にはインパクトがありますよね、はい、そしてやっぱり高齢者